地球寒冷化とは、英語グローバルクーリングのわけであり、特に1970年代に、エアロゾルと軌道強制力の冷却効果により、地球の差し迫った冷却が広範囲の氷河期に達するという説のことを指す。また、原始地球の全球誘拐以後に起こった冷却過程のこと。寒冷化とは長期にわたり、気温が低下することであり、繰り返される地球の気温の上昇加工の、 加工傾向のことである。地球の寒冷化は約10万年周期で温暖化と寒冷化を繰り返し、その間にも小さな温暖化と寒冷化が繰り返されている。また、現在の温暖化は事実であるが、大きな500万年スケールで見ると、現在も寒冷化傾向にあるとされる。また、商氷期の始まりだとする場合もある。ここでいう商氷期とは、 表記でも氷河時代でもなく、数百年ごとに訪れる現在より気温が0.5度ほど低い時代のことである。地球の歴史で最大の寒冷化は、現世代の初期と後期に起きたとされ、地球全体が凍結する極端な寒冷化が生じる、全球凍結が起きたと考えられている。寒冷化のメカニズムは、様々な要因考えられ、それらが複雑に関係していると考えられる。 主に化石燃料の燃焼で発生する副次的な生成物や一部では土地利用の変化などの人間活動によって大気中の微粒子の量が増加する。エアロゾルには地球のアルベドを増やすことで地球を寒冷化させる直接的効果と凝結核として雲の生成を促進する間接的効果がある。1970年代前半にはエアロゾルの寒冷化効果は CO2 排出による温暖化の結果を左右するという予測もあった。理論の発展と実際の気温上昇を踏まえ、地球寒冷化のメカニズムにより予測された気温の低下は今では棄却されている。その一方で、温室効果ガスの増加に劣っているが、エアロザルは寒冷化の傾向に寄与し、地球白母化に寄与していると考えられている。CO2、テンパチャー。 アンドダストコンセントレーションメジャードバイプティエトールフロームボストークアイスコアアットアンタルクティカ地軸の傾きと地球の高転軌道の変化によって生じるミランコビッチサイクルによる軌道強制力も挙げられるミランコビッチサイクルは太陽光の入車量をわずかだが変化させ季節変化の時期強さに影響を与え表記、魔表記サイクルの原因であるとされており1970年代 中ばに理解が急速に進んだ。ヘイズラの著名な論文、氷河期の決定要素である地球の軌道変化では、化石燃料の燃焼など人為的要素を含まず、自然要因のみで、また2万年かそれ以上の周期に関する長期の傾向のみで予測して、この先2万年の長期的傾向は、北半球が広く凍結及び寒冷化することを示していると予測した。 氷河期の周期が予測可能だという考えは、次の氷河期がすぐに来るという考えにつながった。長いタイムスケールを扱い慣れていて、数千年規模をすぐにと表現する地質学者らによって表現されたためである。実際には最も短い周期が約2万年のミランコビッチサイクルでは、1から2世紀よりも短い急速な氷河期の到来は予測はできない。 これについて、ナイジェル・コールダーのスノーブリッツ論などの説も出されたが、広く支持されなかった。南極大陸のボストーク表彰コアより測定した CO2、温度、空気中のゴミの濃度現在の間表記の気温がピークを迎える期間の長さは、前の間表記における気温がピークを迎える期間の長さとほぼ等しいと考えることができ、現在の温暖期は、 終わりが近いだろうとの根拠に薄い断言もよく見られる。この考えは、前の間表記の長さが一定であるとの事実によっている。ペティットらは、MIS5.5 の間表記と MIS9.3 の間表記は、関心よとは異なるものではあるが、期間や状態そして規模といった点では似ており、これら二つの間表記では、それぞれ4000年の温暖期があり、 その後に比較的早い寒冷化が起こると指摘している。今後の軌道の変化は過去のそれらと同一ではないと指摘されている。海洋の深層循環は熱炎循環やコンベアベルトと呼ばれる海水の水温と塩分による密度差によって駆動している。この循環が気候に影響を与えていると考えられ、深層循環が弱まり循環が停止すると寒冷化するとされる。 氷層の海水が北、大西洋のグリーンランド沖と南極大陸の大陸方周辺で冷却され、重くなった海水は低層へと沈み込み、世界の海洋の低層へと広がり、その後、潮汐により、乱流が沖海が混ぜられると氷層の暖かい海水と接する。すると、低層の海水は温められ、軽くなってゆっくりと上昇し氷層へと戻るという、 循環が約1000年以上かけて行われている。これがポンプの役割を果たし北の冷たい海水は低層を通って南へ、南の暖かい海水は氷層を通って北へと運ばれその熱は北の体系と放出される。このように深層循環によって熱が循環している。しかし地球温暖化や気候変動などの影響により海水の消温や降水の増加や 氷床の誘拐による塩分濃度の低下などにより氷層の海水の密度が軽くなり沈み込みの量が減少し循環が弱くなったり停止したりすると暖かい海水は北へと運ばれなくなり寒冷化する過去にはベーリングアレレード機と呼ばれる赤ん氷機の温暖化が徐に進行していた時代に深層循環の停止により急激に温度が低下しそれが千年以上続いた ヤンガードリアス機がある。IPCC の AR4 では、深層循環の変化についての信頼できる予測は、まだないとするものの、1957年には、1000メートル以前の、北向きの流量は22.9立方メートル S だったのに対し、2004年には14.8立方メートル S なるなど循環が弱まっていることがわかっている。深層循環は、 数十年規模の自然変動により強まる可能性はあるが、21世紀を通じて弱まる可能性は非常に高いとしており、21世紀以降には停止する可能性はあるとした。スベンスマルク効果とは宇宙空間から飛来する銀河宇宙船が地球の気候に影響を及ぼすとする仮説。スベンスマルク効果による雲の日傘効果により寒冷化すると考えられている。 大阪湾の堆積物コアの花粉の分析から分かった寒冷化時期と同じ時期にスベンスマルク効果による火層運による雲の日傘効果により冬の季節風の強化が起こっていることからこの寒冷化にスベンスマルク効果が関係していると考えられる。1970年代の地球寒冷化説は当初この仮説は 科学的に強い支持をされたものではなかったが、氷河期の周期性と、1940年代から1970年代の前半にかけての気温低下の理解を進める上で、良い材料として新聞に報告されたため、人々の関心を一時的に集めた。上記の30年間にはそれ以前の時代と比べ、人工的な二酸化炭素の放出は増えた時代であったが、気温の低下が起こったためである。 1970年代には全球平均気温が1945年から下がってきているとの認識があった。21世紀を通じての気候の傾向に関する学術論文のほとんどが将来の気温上昇を予測している中で1割が気温の下降を予測していた。世間では二酸化炭素が気候に及ぼす影響をほとんど認識してこなかったが、1959年の サイエンスニュースでは、1850年から2000年の150年間で、大気中の二酸化炭素が25%増加し、その結果としての気温上昇を予測している。1968年には、ポール・アール・エール・リッヒが、温室効果ガスによる気候の変化について触れている。地球寒冷化説が大衆史で扱われた1970年代半ばには、気温の加工は止まりつつあり、 気候学者の間では二酸化炭素の温室効果に関心が払われていた。これらの法文を受けて世界気象機関はとても顕著な全球規模の温暖化が起こりうるとした。現在では熱塩循環が減少もしくは停止することによる地域的な寒冷化の可能性にもいくらか関心が払われている。これは氷河の誘拐に伴い北、大西洋に 塩分濃度の低い水が大量に流入することによって起きると言われる。これが生じる可能性は非常に低く IPCC は熱炎循環が弱まるモデルにおいてもヨーロッパ全域にわたり気温は上昇すると報告している。例えば放射強制力が増加する全球気候モデルを総合すると北西ヨーロッパの温度変化は正となる。 しかし近年の科学的かつ世界的に広く認められた複数の調査結果は長期的には寒冷化ではなく地球温暖化が進行していると結論付けている。また IPCC 第4次評価報告書にて評価されたすべての気候モデルにおいて近い将来に寒冷化が始まる可能性が否定されている。百三十七年から百四十六年の平均気温に対する 1965年から1975年の平均気温の変化。この期間は寒冷化が進んだ地域が多かったことがわかる。世界の都市平均気温の変差の経年変化ミッチェルは1940年から数十年規模で寒冷化していると1963年に示した。1965年にコロラドで開かれた気候変動に関する会議では、 予測された太陽活動のわずかな変化がどれぐらい表記のきっかけになるのかの憶測がミランコビッチサイクルを裏付ける兆候があったことで巻き起こった。1966年にはエミリアーには新しい表記がに3000年以内に始まるだろうと予測していた。1968年の人工爆弾では二酸化炭素の量の急増で現在温室効果が さらに高まっている、これは飛行機雲、地理、その他汚染物質による低層雲によって打ち消される。今のところ大気をゴミ処理場のように使っていたことがどんな気候をもたらすかは予測できない。とされていた。1975年における気温データ。次の図と比較せよ。地球全体の平均気温の記録人為的温暖化の可能性が 査読不論文では主流であったが、1970年代に寒冷化への関心は最も高まった。この関心の高まりは、世界の気候や表記の原因について知られていなかったことによるものである。しかし、気候学者たちは、この傾向に基づく予測は不可能であることを認識していた。なぜなら、この傾向は研究されておらず理解もされていなかった。 それにもかかわらず、一般紙においては、寒冷化の可能性が、当時の科学的報告による注釈なしで報道されていた。そして、1972から73年にかけての、アジアや北米の一部での異常に寒い冬が、一般の意識にすり込まれた。1970年代には、全球、半球の気温データの集計が始まった。ワートによる、 温暖化の発見とは何かでは、1970年代には、科学者も大衆も地球が温暖化してきたか寒冷化であったのか確かでは、なかったが、地球の気候が変化しつつありそれがわずかなものではないと、徐々に信じるようになってきた。としている。1972年に、エミリアーには、人間活動は、新たな表記の到来を早めるか、氷棒の大幅あるいは、 善量の誘拐を引き起こすかもしれない。と警告している。同年、氷河期研究の専門家たちは、温暖期の終焉は疑うことなく近いと同意した。しかし、同じ会議の第四期の研究報告の番では、この部会の議論で見出される結論としては、気候変動のメカニズムを理解するために必要な知識は残念ながら不十分であると述べている。 人間活動による影響がなくても、本格的な寒冷期が、数千年、数世紀のうちに予測されると考えていた。しかし、他の多くの研究者たちは、この結論を疑っていた同年、ククラとマシウスはサイエンス史上での会議報告で、いつどのように現在の間表記が終わるのかを問いかけ、人間が、有志以来経験してきた変動幅を大幅に超える。 地球寒冷化とそれに関連する環境の急激な変化は数千年から数世紀のうちに生じるに違いないと結んでいる。1970年の重要環境問題研究では二酸化炭素の増加によって温暖化する可能性に触れているが寒冷化への懸念については触れず地球寒冷化に関心が払われなかった。1971年7月 S.H. ティアクラスールとスティーブン・ H. シュナイダーによる論文が雑誌サイエンスで発表された。この論文は大気中の二酸化炭素とエアロゾル大きく増加する地球的気候への影響と銘打たれ将来起こりうる二つのタイプの人間の環境における排出物の影響を模索している二酸化炭素などの温室効果ガススモックなどの微粒子による汚染それらの一部は エアロゾルとして数年間待機中に浮遊する。温室効果ガスは地球温暖化を促進する本当の要因と考えられそうだが一方で微粒子による汚染は太陽光を遮り寒冷化を進める。論文においてラスールとシュレーダーは予測可能な未来においてエアロゾルは温室効果ガスよりも気候変動に影響しやすいという説を立てエアロゾルが4倍になれば 平均気温が摂氏3.5度も下がりうるだろう。もしこれが何年間か続いたら、このような気温低下は氷河期を引き起こすのには十分なものになりうるだろうと明言した。この一節が示すように、ラスールとシュナイダーは地球寒冷化を将来起こりうる筋書きと考えていたが、寒冷化の予測までは言っていなかった。ワシントンポストに発言の一部が掲載された中に、 後のエネルギー省長官のジェームズ・シュレ・ジンジャーは1974年に米国科学審議会において米国科学財団の理事会が次のように明言したことを記している。この内容は正しいものだがワシントン・ポストはこの意見に賛成ではなかった。ワシントン・ポストは審議会がその時よりも2年前に次のようなことをすでに認識していたと述べた。しかし、 この文章は前後関係を無視した引用で誤解を生じさせるものであった。完全な文章は以下の通りであった。全米科学アカデミーによるさらに研究が必要な問題に関しての報告があった。これは気候が変化するという事実に対して興味を向けた。1975年、謎による気候変化の理解、問題と対策という題名の報告は、 予測を行っておらず、次の事実を述べていた。我々は気候のメカニズムや何が気候の変化を決めているかの定量的な理解がされていない。基礎的な理解を行わずに気候を予測することは不可能であると考えられる。その計画とやるべきことは気候変動の定量的評価に必要な情報を収集し十分に調整され期待できる。 数値モデルの使用することであるため、さらなる研究を単に呼びかけた。その報告はさらに次のように述べていた。これは科学及び環境政策プロジェクトによる発言。なずのエキスパートは1975年の報告で恐怖で取り乱していると対立していた。これらの議論が科学者の集まりで行われている間、一般メディアでは、 さらに劇的な事態が生じていた。1975年4月28日、ニューズウィークマガジンの寒冷化する世界という題名の記事が地球の気候パターンが変化しつつあるという不吉な前兆という点や、1945年から1968年の間の北半球の平均気温が可視温度で半分になったという点を指摘した。この記事は、 これらの予測を裏付ける証拠は、それを集めるために、気象学者が大変な状況になるくらい、現在大量に収集が始まっていると述べた。ニューズウィークの記事は寒冷化の原因については述べていなかった。ただ、氷河期の代償の要因が何かというのは謎である。と述べ、謎の結論、基本的な科学的な疑問はほとんど回答できない。ほとんどの場合、我々は、 根本的な問題に焦点を当てるほど知識がないのだ。という文章を引用した。その記事では、黒い鈴に大われ氷河が解けるか、氷河の深度を変えるかの二者択一の解を示していた。しかし、これらは実現可能なものではなかった。ニューズウィークの記事は、次のように政府の指導者を非難する形でまとめていた。しかし、 どこかの政府の指導者が単に食料の備蓄を行うとか、将来の食料供給の経済的な見通しに、気候の不確かの要素を導入するなどの一部の兆しを、科学者は見ている。もはや計画に猶予はない。気候の変化に対して対抗することが難しいことに、気がついた時には、結果は残酷な現実となる記事は、基金が破滅的に訪れる、干ばつと荒れち、 記録上最大規模の竜巻の発生、干ばつ、洪水、寒気が伸び、長い表記、雨季の遅れ、食料不足で移動もできない惑星が第6番目の氷河期に向かおうとしている等の戦場的に強調され、出典のない記載で溢れていた。2006年10月23日、ニュースウィークは元の記事から31年経って訂正記事をまとめた。それは、 近い将来に関して大きく誤ってしまったという記載から始まる記事であった。科学番組のコスモスの中で天文学者のカール・セーガンは森林の消失と伐採による劇的な寒冷化を警告した。彼は地球の表面のアルベドが増加することにより次の氷河期が訪れると主張した。彼はこれは温室効果ガスの放出による効果を打ち消し、 逆にそれを超えるものであると述べた。コスモスはテレビ放送で有名なシリーズであり、アメリカ合衆国における小中高校生がよく見ていた番組であった。1970年代後半に、この題材に関していくつかの有名で本が出版された。その一つが、気象に関わる陰謀。次の氷河期がやってくるである。10年後の WMO の会議において、会計ハーレが、 以下のような報告を行った。30年後の今では気温が低下し続け、それが加速するかもしれないという説は誤っていたと見られる。トーマス・ C ・ピーターソンらは1975年の寒冷化の主張は科学的に立証されていないと指摘している。今の間表記の終焉の見込みについて言えば、表記はかつて1万年ほどしか続かなかったというのは正しくない。 ミランコビッチモデルを用いると、現在の間表記はおそらく数万年間続くと予想できる。別の予想では、現在の間表記は、外覧がない場合後5万年の長さとされている。1988年、気候変動の影響を懸念する議論の高まりを受けて、国連歌舞伎館の気候変動に関する政府館パネルが創設された。気候変動に関する 世界中の科学的知見の収集、信頼性の評価と集約が行われ、結果は1990年から数年おきに報告された。1990年の最初の報告書の時点で、以後一世紀の間に2世紀5度の気温上昇が予測された。2007年の IPCC 第4次評価報告書においては、数千人の専門家及び195カ国の政府により、 下記のような科学的結論が出されている。この結論は現在でも変わっていない。また、最新の観測データでも長期的な温暖化傾向が継続している。1980年代初頭頃からいくつかのレポートにおいて核の冬について論及されるようになった。また、同様の推測、憶測が天体との衝突やカルデラ火山の破局噴火といった大量に舞い上がった灰が、 生装圏まで達するようなレベルの破局的災害の結果としても語られるようになってきた。フィクションの世界では小松左京の日本沈没第2部では第1部において日本列島の沈没をもたらした地殻変動の際に列島各地で断続的に発生した火山噴火による噴出物と列島の沈没の結果として生じた太平洋の海流変化が 地球寒冷化を起こしていく設定になっている。極度の地球温暖化進行の結果、海流が変化して地球寒冷化が起こるという考えは、すでに1990年代に提唱されていた。スーパーストーム世界が氷に覆われる日をもとに、制作されたパニック映画、Day After Tomorrow では、地球温暖化による海流の変化が原因で急速な寒冷化が起こる様子を映像で表現して、 注目を集めた。2004年のペンタゴンによる秘密報告書は気候変動による様々な災害を検討していた。翻訳元の英語版で用いられた参考文献。ありがとうございます。